はい、どうも、白石秀夫で,です。ちょっとだけ緊急で、若干緊急目で動画を回しております。はい、発表ありましたね。え2024年9月4日。もうすぐですよ。もう引き続き変わっても9月1日ですからね。えー、80s, b-first, ロイヤルこちらの方がリリース決定いたしました。おめでたい。はい。 僕、エイティーズはハッシュハッシュでね、初めて、えー、b ーファーストとこうコラボレーションしてくれてですね、えー、知ったんですが、何曲かエイティーニさんからご紹介を受けて、えー、かっこいい曲を聴いてですね、まあ、ゆっくりゆっくりですが、曲をあさっている最中なんでございますね。で、アメリカの方のね、えー、エイティーズさんのワールドツアーに、えー、オープニングアクトとしてですね、b ーファースト参加させてもらってですね、えーまあ、そもそもハッシュハッシュ、めちゃくちゃいい曲じゃないですか。で、こう、ハッシュハッシュは BE:FIRST× エイティーズだった。なので、今回は はエイティーかけるファーストね、えー、で今回はミュージックビデオとか 80s さんの方で 80s さんの方のチャンネルで出るんじゃないかなとか、うん、これドームツアーあるじゃないですかドームツアーのゲストとかそちらの方で 80s さん出るんじゃないかなとかまで思っちゃいますねだから2作はもう最初から決まっていてでワールドツアーに参加させてもらうそして逆に「 日本でのビーファーストの公演にエイティーズが参加するとかなんかそこら辺までちょっと俺は考えちゃうんですけどなぜハッシュハッシュめっちゃかっこよかったじゃんだからロイヤルってめちゃくちゃなんか名前もかっこいいよねすごいこうまたねこの2組のいいところをこう出し合うねかっこいい作品が出るんじゃないかなと私は期待しておるんですがはいというわけでちょっと速報というかですねえー、発表がありましたエイティーズビーファースト ロイヤル9月4日発売ということでございます。